どうもこんにちは、KQ2173 です。ちょっと今回喘息出ちゃってるんで、ちょっと咳とかまあいろいろ雑音が多いんで、ちょっとそれはダメな方はブラウザバックを押してください。ですね、ある動画を見ていただいてですね、コメントにて、その違う人の動画のコメントにて、205系宇都宮線を作ってくれってのがあって、でまあ僕はバカバカしく作りましたでボツにしましたって言ったんですよ。でまあその証拠として動画撮ってるんですけど、原画をとメルヘンどっちも作ったんですよ。なのにメルヘンが今中間車1両しか見つからなくて、今変わりないですけど、こんなのなんですけど、雑だよなこれ。紙粘土です、紙粘土。まあとりあえずなんか大窓間途中にして、こんな状態でメルヘンの中間留置されているわけで、まあメインの電顔がこちらとなります。後尾車、台車がなかったので躊躇してました。なんか帯がすごい雑になってます。ちなみにこいつらもうめちゃめちゃうまい方が作ってるんでボツです。元山の手、いやマジでもうこれボツです。あのうちのオリジナルの架空鉄道車両のやつに変えちゃいたいと思います。でこれが何をしようとしたのかよくわかんないところに残りで切っちゃってる205系の元先頭車です。うわ何これ、帯ずれてんじゃん。まあとりあえず無動力化して、なんか適当に切りつないで中間車にしまして、で肝心の先頭車なんですけど、個人的に顔がうまくいっちゃってるんで、まあ山手線幕なんですけど、個人的にうまくいってるなと思っちゃってるんで、変更しようにも変更できないんですよ。で大窓化して窓もなんか埋めていて、埋めてるっていうか作ってて、小窓化の、小窓のままっていう、ちょっとよくわかんない仕様なんですよ。おっと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 、あれこいつもっと山手だよな。うん、山手だ。まあとりあえずボツ4両です。走行しようにもできないんだよな今。どうしよう。できないんですよ走行。後尾車ができて、なんか間違えてカットするはずが切ってしまいました。なんで今ここら辺にピネマスターとか書いてあると思うんで気にしないでください。まあ、とりあえずですね、ただの没車両没改造の紹介でした。神まくりだな。さーて終わってないしくらいやなって、親に終わってるっつってんので、立候補終わってねえんだよな。今日はですね、なんと8月の26です。僕の夏休みは8月31日で終わりです。やばいです。なんと27、28、29、30と予定があるのでまずいです。それではご視聴ありがとうございました。背景汚くてすいません、こんな没改造のために時間潰してまで見てくださって誠にありがとうございました。また次回お会いしましょう。